楽しくなってきやがったぜ、カンチクショどうしたどうした、ツンツン頭。学院最強ってのが伊達じゃねえってとこ、この俺様に見せてくれよ。俺様はまだまだ元気いっぱいだぜ。煽るのだけは一丁前だな。ま、楽しそうで何よりだが。俺は楽しくない。そんなに暴力は好きじゃねえんだ。身に降る火の粉を払い続けていたら、いつの間にか抜け出せない深みにはまっていた。哲也、お前のような子供を暴力の底なし沼に引きずり込みたくなかったんだけどな。そうも言ってられんか。もうじき曲も終わる。それに手加減するのも失礼だろう。誠心誠意礼を尽くそう。食事の途中だったから両手を汚したくなくてな、手技を封印していたが。どうも軽く蹴っ飛ばすだけでは追い払えねえようだ、この犬っころは。ごたくはいいから本気で来いよ。っていうか封印って何なんだよ。俺はまだ本気出してないだけってか。思春期かこの野郎、中二病か。そんな痛々しいのはうちの軽音部の吸血鬼野郎だけで十分だぜ。かっこいいところ見せてくれよ。勇ましいのは名前だけかよ。ああああ、吠えるなというに。歌と演奏に集中しろ。そうだな、次は可愛い後輩ばかり矢面に立たせず自分が出てこい、佐久間に伝えておけ。あいつとなら楽しい果たし合いができそうだ。あ、俺様じゃ役者不足だって言うのか。そいつはどうも失礼しましたね。ぶっ殺すぞてめえ。つーか吸血鬼野郎の話はすんな。戦ってるのは俺様だろうが、俺様を見ろよ。なあ、もう不愉快すぎて全身の毛が逆立っちまう。最初に佐久間の話を出したのはお前だろう。まあいい、縁も竹縄、区切りをつけよう。敗北するよりは卑怯者と呼ばれた方がいい。技術を使わせてもらう。なっ！おっと！ここで大将、猛然と攻め立てる！これは珍しい、正中線三段突き、一撃必殺を三連発っすよ。それでも
野生の勘で辛くも避ける大神甲賀先輩、なかなかどうして敏将性は常人離れしてるっすね。終わりだ、肩にはめてやる小僧。おお、目にも止まらぬ高速ジャブ。もとい威力のない手打ちですが、大将にかかれば流星拳っす。それを嫌がって大神先輩、逃げる逃げる。逃げてねえよ、両手がギターで塞がってるから避けるしかねえんだよボケ。っていうかさっきからやかましいぞ一年坊主が。隙だらけだぞ。おっと、ここで足払い。大神先輩宙に浮いた。おお、やべ。ギターをしっかり抱きしめていろ。ここで大将のビギ、タイヤ手が炸裂っせ。全身を鈍器にして運動エネルギーの全てを大神先輩に叩き込んだ。ボーク、大神先輩嘘みたいに吹っ飛んだ。まるで車に轢かれたみたいにさながらワイヤーアクション。けれどこれは特撮ではありません、マジモンの生本番っす。大神先輩このままリングアウトで負け確定か。あれマイクの電源が落ちたっす。今がいいところなのに。あれおかしいっすね、どうして。まさか。はい、そこまで。はしゃぎすぎだよ家畜ども。こんなに騒いでさ、僕たちに気づかれないとでも思った？げえ、生徒会のちびっこ。ちびっこって言うな、生意気だぞ高速違反者のくせに。控えおろ。すでにこの非公式ドリフェスの会場は包囲されてる。おとなしくお縄についた方がいいよ劣等生ども。